ここは信長の妹お市の嫁ぎ先近江小谷城。夫浅井長政との間にはすでに姫君も生まれ。姫様お待ちください。やっちゃ姫様お待ちください。もうあれほど動き回れるのか。茶々長政殿ににございまするな。ん、いやどう考えてもあれはそなたにであろう。そうでしょうか。凛々しい舞は長政殿にそっくりにございます。ああ舞はな。殿、大殿様が参られております。父上が。重要なお話があるとのことにござります。わかった、すぐ行く。ではお市も挨拶に。いやその必要はない。そなたはここにいなさい。やっと捕まえました。なぜ将軍がこのような文をよこすのです。お集まりの皆さんこんにちは。本日は遅ればせながら浅井さん家に嫁いだおいっちゃんの出産祝いと、今年も無事お米の収穫を終えられた領民の皆さんに感謝を表し、織田家家臣による相撲大会をご覧に入れたいと思います。おー家臣団の皆さん、もちろん本日は無礼講です。優勝者には賞金を差し上げますので頑張ってください。おー、そして始まった相撲大会。なんやかんやで取り組みは進み、森吉永、どっせい前田利家、いやお強い、乾杯じゃ。そしてさっさ成政が勝ち残りました。森殿のお相手は。ああ、ここは俺です。殿、今からにござりますか。少々ずるくはありませぬか。いいんです、殿様にはシード権があるんです。シード殿、本日は無礼講でしたな。もちろん。父上、お殿様に勝つなどまずいです。もしご機嫌を損ねでもしたら父上の首が吹っ飛びまするぞ。乱丸、父上に死なれたら我らの生活はままなりませぬ。父上、ここはしっかりと負けておくのが利口な大人の生き方というものではありませぬか。本当の意味での勝利というのはこの乱世を生き抜いてこそ。うん、黙れ乱丸。兄上はそうやってすぐ腕力に物を言わせ人をねじ伏せようといたしまするが、それでは立派な武将にはなれません。息子が無礼なことをお許しくだされ。乱丸君、勝負事とは真剣にやってこそ価値があるのだ、覚えておきなさい。はい。ということで決勝トーナメント開始します。やはり今までの相手とは迫力が違う。体格ではわしの方がよほど有利だが油断はできぬ。八景を残った。うわっ、残った。飛んだわ。殿、申し訳ありませぬ、思わず力いっぱい投げ飛ばしてしまいました。いやいや、しかし目の前で手を叩くというのは意表をつかれ申した。まあ大きい人に勝つには工夫が必要かなと思って負けちゃったけど。じゃあ吉成さん、優勝を目指して頑張ってください。は、ありがたきお言葉にございます。不利な相手にも臆することなく立ち向かってゆく、さすがお殿様じゃ、学ばねばならぬ。準決勝第2試合は前田利家対さっさ成政。で
粘るな2人とも。もう10分近くやってんじゃないの。前田利家。この結果、決勝戦は森義成と前田利家の対決となりました。しかし、さっさ成政との試合で疲労困憊の前田利家はあっさりと敗北。優勝おめでとうございます。殿、ヤマタの大名松永久秀殿がお目通り願いたいと参っております。ねえ、松永久秀さんってさ、俺が京都に着いた時真っ先に幸福の使者を送ってきた人だよね。いかにも噂では大層変わっていると聞きまするが、前の将軍を殺した男でありますゆえ、くれぐれもお気をつけくだされ。困りまする松永殿、そのような格好でおられては。スネちゃん、どうしたの。殿。おう、おめえが織田信長か。なんだなんだ、思ってたより随分と甘っちょろい顔した若造じゃねえか。俺はこんな奴に降伏したのか。なぜ背中にあれほど精巧な絵が。おう、度肝を抜かれてやがんな。そうだろ、これはよ、選ばれた男だけに与えられる紋章よ。天に選ばれた男だけにな。偽りを申すな、ただの絵であろう。絵じゃねえ、あなたって落ちねえよ。これは体に刻み込まれたもんよ、一生消えねえ。まさか絵の刻まれた体で生まれてきたというのか。おうよ、真に選ばれた男にだけ授けられる体よ。てめえらにあるか。え、信長さんよ、あんたはどうなんだ。それ入れ墨ですよね。入れ墨。そう、よくヤクザの人とかがやってるやつ。すげー、俺こんなの生で見たの初めてですよ。面白い。その反応は予想外だ。気が合いそうだな、信長さんよ。の日を改めて二人きりで話がして。はあ、松永殿、いい加減にしていただきたい。殿に触れるなど無礼極まる。まあそう怒るな。俺がここへ来たのは別に背中を見せびらかすためじゃねえ。土産を持ってきたのよ。何それ。将軍からの密書だ。なんて書いてあんの。信長を討てだ。ひでえ話じゃねえか。え、将軍に仕立ててやってよ、立派な御所まで建ててやって、その挙句が信長を討てだと。恩も何もあったもんじゃねえな。まあその手紙はあんたに預けておくぜ。今んとこ何の力もねえ将軍にこうする気なんざねえからな。今んとこですか。ああ、今んとこだ。まさか父上はこの密書に従う気にございまするか。織田を討てという。我が浅井と織田はわしとお市の婚姻によって同盟関係にあるのです。それを破れと。青臭いことを申すな、長政。同盟などあってないようなものではないか。このままあの男をのさばらせておけば、いずれ増長した信長はこの浅井に心中を迫ってこよう。そしてもしそれを断れば、浅井は滅ぼされる。いずれにしてもどうすべきかを決めるのは浅井の当主であるそなたじゃ。なんて読むんだっけその字。岐阜じゃ。あ、岐阜か。あ、岐阜県の岐阜だ。え、でもなんで突然岐阜。井の口という名を改め岐阜と命名してはいかがかと思うてな。和尚が考えてくれたのだ。井の口ってこの稲葉山城の城下町の名前だよね。え、岐阜に住んの。
お主は天下を狙っておるのであろう。亥の口という名、少々迫力に欠ける。ええ、もしかしてその岐阜って俺が名付けちゃうの？そなたは領主だからな、土地の名を改めるのも役目。いやー、まさか俺が岐阜県の名付け親になっちゃうなんて、ちょっと感動なんですけど。じゃあ今日からここら辺は岐阜県ってことで。県はいらん、岐阜じゃ。県とは何じゃ。和尚、あれを。む、お主にこれを渡しておこう。天下を狙うお主にふさわしい印を作らせておいた。ハンコ？天下不武と読む。武をもって天下を治めるという意味じゃ。へえ、かっこいいじゃん。天下不武。それ高い高い。やはり眉は長政殿そっくりじゃ。活発なところは兄上にじゃな。もう一回。四軍団。ああ、四人の大将を任命し、その者を中心に軍を動かしていくということらしい。四人の大将か。わし選ばれるかな。なぜ笑う。いや、大将には大将にふさわしい器というものがあろうと思ってな。あるぞ、わしには大将にふさわしい器。自分を買いかぶってもろくなことないぞ。何？あ？はあ？なんだ？あは？あ？おーおー、はあ、相変わらず仲が良いの。お主らは森殿。大将か。わしかな。相撲大会の見事な勝ちっぷりは記憶に新しい。いや、相撲は関係ないじゃろ。柴田勝家さん、丹羽長秀さん、明智光秀君、そして木下藤吉郎君。以上、この4名を軍団長に任命したいと思います。殿がお決めになった人選じゃ、深い考えがおありなのだろう。うん、相撲は関係なかったか。殿、それがしのような下船の者がこのような大役を仰せつかるとは。藤吉郎君は戦の時積極的だし、動きも身軽で仕事も早いからね。遊撃隊長的な感じで活躍してもらおうと思ってますんで、よろしくね。恐れ多いお言葉、恐悦至極に存じまする。つきましては、それがし、この大役にふさわしい名に改めたいと思うのですが。ん？何？改名すんの？はあ、恐れ多いことではございまするが、丹羽長秀様の羽、柴田勝家様の柴、そして明智光秀様の秀、最後はそれがしの名の義を残し、羽柴秀吉と名乗りとうございまする。ご立派なお三方の名をいただくことで、そのご意向に少しでも近づくことができたらと。まったく調子の良い男じゃな。なんというか抜け目ない男じゃ。二ではなく羽か。羽柴、西柴、秀吉。はあ、って言ったらすごい有名人だよね、歴史上の人物で。その人と同じ名前じゃん。いいんじゃない、秀吉君。これからも頑張ってね。はあ、それがしは無知上存じ上げませぬが、歴史上の偉大なお方と同じ名とは光栄なことにござりまする。何恥じぬよう精進いたしまする。うん、じゃあ早速だけど、秀吉君には朝倉討伐の先陣をお願いします。おお、いきなりの大仕事。殿は羽柴殿を信頼しておいでなのじゃな。信長、お主は甘いの。
ここまで来ればあとはわしに忠誠を誓う臣下を増やし、機を見て織田家を乗っ取ればよい。たかが一匹の忍びに過ぎなかったこのわしが天下人となる日も近い。殿、そろそろ。あ、そうだ、みんなに紹介しなくちゃいけない人がいました。半兵衛くん。光秀くんの推薦で織田家に仕えることとなった竹中半兵衛くんです。ずいぶん前からうちに来てってお願いしてたんだけど、ようやっと来てくれました。パチ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 。あれが殿ですら手を焼いたこの難攻不落の稲葉山城、たった16人で奪い取ったという天才軍師。ほら、拍手。パチ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 。本当に一人で来るとはな。俺に殺されるかもしれねえとは思わんのか。いや、今のところは。っていうか、なんでその格好。てめえに昔の俺を見てもらいたくってよ。つっても中身は昔と変わんねえ。俺は力こそが全てのヤクザもんよ。それにしても戦国時代に来ておまわりさんとヤクザさんに会えるとは。何ブツブツ言ってやがる。てめえはいつから来た。何者だ。俺は高校生の時にタイムスリップしてきました。高校生。まあ今はもう高校生じゃないですけど。そんなガキの頃にこっちに来たのかよ。はあ。でどうよ、戦国の世は。はあ。俺は気に入ってるぜ。喧嘩に強いもんが生き、弱いもんが死ぬ。血筋も生い立ちも学歴も肩書きも意味なんかねえ。強ければどこまでものし上がっていける。こんな生きがいのある世はねえぜ。はあ。てめえはどうなんだ信長。この戦国の世は生きがいがあんのかよ。俺は信長になっちゃったからには天下取らなきゃと思って生きてきましたけど。天下。織田信長っていや、学のねえ俺でも知ってるな。だ。はあ。そうか、信長ってのは歴史上天下を取った男なのか。俺はそう思ってるんですけど、違うんですか。俺は知るわけねえだろ。とにかく俺天下取るつもりなんで、今日はそれを松永さんにもちゃんと伝えとこうかなと思ってきました。すでにその方らの耳にも入っているであろうが、信長が朝倉へ進軍を開始した。信長を討つべしとわしは考えておる。同盟相手の織田を裏切ると。信長との同盟は破ることになろうが、信長を討つことは将軍様のご意向でもある。将軍様の。さよ。将軍は逆臣織田信長を討てという密書を各地の有力大名に送っておられるのだ。そうした大名が将軍の命に従うとすれば、信長はいずれ孤立し窮地に立たされるのではないか。うん、それがしは信長を討つことに賛成にござりまする。将軍様の命となれば我らに正義があるということじゃ。おお、そうじゃ。朝倉と共に信長を討ちましょうぞ。まさか奥方に遠慮しておるのではあるまいの。今回の朝倉攻めで信長がいかなる男か分かったであろう。自分の意に従わぬ者は滅ぼす。その矛先が浅井に向く日が来るやもしれぬ。そうであろう。
答えよう長政。また子ができました。お市、そうか、子が。子を産むのは大変だから嫌です。そんなことを言うな。お市、わしは、いや、またそなたに似た元気な子が生まれるとよいな。また？ちゃちゃは長政殿にです。あの子がわしに似ておるというのはそなただけだぞ。あ、そうじゃ長政殿、ちゃちゃを知りませぬか。いや、またいなくなったのか。はい、あの子はすぐいなくなるのです。まったく、そこら中動き回るところは兄上そっくりじゃな。ちゃーちゃー、どこじゃー、ちゃーちゃー、どこじゃー。すまぬ。ちゃーちゃー、どこじゃー。お市。